はよろしくお願いいたします。はい、いきます。男の子だって急に触れたらダメなんだよ。あら、あらら、そうなんです。意外と実は自己色は高いんじゃないですか。それもあるかな。いやなんか、はいはい、そのアフレコのというか、まあ、収録の時に、はいはい、結構もう見た目がすごく可愛いから、ね、もう可愛さ可愛さギットギットみたいな濃縮還元みたいな感じでやってったんですよ。そしたらいやもっと少年らしい感じの声でお願いします。あ、なるほどね。そうなんです。そういうディレクションいただいて、だから見た目はすごくこう少女のような感じなんですけど、うんうん、まあ、彼は男の子ですと、ちゃんとそうですねっていうところをやっぱり押し出していきましょう。もう一緒の感じ、はい、ちょっといいですか、お願いして、うん、そのギットギト版ちょっと聞いてみたいです。僕もね、ギトギト版って言おうと思ったんですけど、ちょっと一回ギトギト版ギトギト版いきますか。もう一回いいですか。じゃあ幻のバージョンをちょっと幻のバージョンをご覧していただいて、はい、これ今日だけですか。そうですよ、今日だけです、ボツバージョンをぜひ。セリフあれ同じのでどうですか。出していただけますかね。エビ餃子さん出ます。あ、出ました。あ、出ました。ありがとうございます。いきますよ、はい、じゃあギトギトでいきます、はい。男の子だって急に触れたらダメなんだよ。かわいい、もう妹たれしちゃう。今日来てよかった。ちょっとマツコさんに帰ってもいいですか。かわいい、かわいい、かわいい。